Mr. Hattori, now that Washoku has become heritage of the world, what do you think the biggest opportunity is? まあ、日本料理が広がってる要因の中にね、健康によろしいという、まあ、意識が非常に根底にあるみたいですね。それは今5万5000店ぐらい和食のお店が世界中にあると言われてるんですけども、そのうちの 65% がお寿司なんですよね。でただそのお寿司屋さんを調べてみると、日本人が関連して作ってる人って大体 6% ぐらいなんですよ。あとはね、日本に来たこともなければ食べたことないのが、妄想で作ってるものが多すぎるんですね。ですからそういう意味から言うと、もう少しこれをちゃんと作るにはどうしたらいいかとか、魚のさばき方とかですね、そういうものもまたマリネするんだったらどういうマリネの仕方をしたらいいのかというのをきちっと知った上で、広がることが望ましいと思ってます。 Do you think there's a possibility that Japan could release kind of a certificate of authenticity to people who open restaurants in the world? 証明はね、僕はないとは思うんですよ。ただね、作ったところがレベルが非常にいいところまで来てるかどうかという判定をね、少なくても委員会みたいのができて、そこがこの店は A ランク、B ランク、C ランクというのをつけて回るような、そういうのがあると、お客様として、あ、ここはちゃんと作ってんだなっていう A ランクのところにみんな行きたがるかもしれない、ね、だからそういうね、便利さをちゃんと我々がしてあげなきゃいけないかなというふうには思ってますね。Do you think with Expo 2015 that globally as a species we will be able to win the challenge of really bringing food to all and nourishing the planet and the people? 目的をね、まあこれミラノ万博について、まあ、委員会がそれをお決めになって145カ国今皆さんそれぞれ考え方を出しておられると思います。その中にサスティナビリティだとかバイオダイバーシティだとかエコロジーだとか、そういうものがこう組み合わさって、皆さんね、今一生懸命食料問題に関して、人口がこれから増えますから、今77億いますけど、これが80億100億になってきた時に、もうはっきり言えば、食材は足りないんですよね。そうするとその今ある世の中の食材以外のものを、やっぱり何を作ったら一番効率的にものを作れるかとかいう、今考え方を科学が、まあ、総動員してね、考えていることでしょうから、きっとね、いいアイデアがその中から生まれるといいなというふうに期待してます。まあ、今はっきり言って地球はどんどん汚れてますし、人口は増えてますし、食料は足りなくなってきてます。まあ、まさにそういう時代ですからね、今回見直すとすればね、そういったものをもう一度、まあ、原点から見直していくというね、試みがこの万博を通じて必要だろうなというふうには思ってます。そして地球の存続のことまで考えていかなきゃいけない非常に重要なね、時期にもなってきてるし、やっぱり世界中の動植物が、1年に5000種ぐらいどんどん消えてってるんですね。でこれに関して、みんな人間が発明した、ね、農薬だとか化学薬品によって消滅させてるんですよね。ですからこういったものをどこまでね、そのスローダウンさせることができるのか、そして最終的にはそれを守っていけるのかということを、我々人類は考えなきゃいけないんでしょうねということです。 How much talk is there in Japan about organic foods? 基準が厳しくてね、
3年間以上農薬とか、化学肥料を一切使わない土地、そこで、認証宣言されてですね、それをちゃんとやってるねっていうことで、あと種を植えます。そして3年間途中でチェックが来るんですよ。で3年間じゃない、1年間で、まあ、ものができるんですけど、その間チェックして、ああ途中でね化学肥料上げてないなっていうのが分かって、初めて認証用のスティッカーもらえるんです。そういうのが 0.18% なんです。ですけれども、なるべく、農薬を使わないようにしようという意識を持った人たちは非常に増えてますよね。そうすると大体、8% ぐらいの人が持ってます。今ね、イタリアを調べました。どのくらいあるか。イタリアはね、8番目ぐらいなんです、世界でいうと。美容のそういう製品ですね。で今34、5% のはずですよ。世界で一番ね、そういう、美容をやってるところはどこかって言ったらね、どこだと思います？アマゾンですよ。フクオカ is to many people who really embrace the natural way is a hero. Is his thought still practiced here? Permaculture. まあ実はね、山の合間をうまくあれして、棚田みたいなものをねうまく使ってやったりしている伝統があるのね。でそういう意味から言うと、非常にそういったものをきちっと意識した人たちっていうのは福岡には多いはずなんですよね。だけど福岡だけじゃないですよ。結構そういうところってありますよ、他にも。なんでそれをお聞きになりたいの？What do you remember about your father's vision, which was incredibly forward-thinking in 1939, to associate nutrition to cooking in the home? うちの父はね、まず栄養学に関して普及させようということで、まあ、動いてたんですけど、うちの母が料理教室を家庭でやってたんですよね。でその時に、栄養学と家庭の食生活と結びつけたそういう講演を始めたんですよ。でああこれはね当然これくっつくべきだっていう話になって、で改めて、昭和14年ですから1935年ですか、その時に学校を作りました。で4階建ての学校だったんですけども、そこでね栄養士を養成し始めたんですね。その時に料理教室も開いたんです。そしてプロフェッショナルの栄養士とともに普通の家庭の奥様方に、家庭料理を教えながら栄養学の知識をそれにくっつけたんです。そうすると非常に家庭でですね健康な人を増やすのにすごく早い影響が出たんですよね。ですからこれは素晴らしいなということで、それからスタートですね。